メイダン競馬場はアラブ首長国連邦ドバイにある競馬場である。2010年1月28日会場。2009年まで使用されていたなどアルシバ競馬場の隣接地に立地。競馬場以外にホテルショッピングモール、映画館などを含む複合商業施設、メイドンシティの中核施設となる。2010年よりドバイワールドカップをはじめとする。 ドバイミーティングのレースはすべて同競馬場で行われる。場内ビジョン2009年まで使用されていた、などある芝競馬場とは異なり、外が芝コースで一周2400メートル。内は一周1750メートルで当初、ダートコースとなる予定だったが、最終的には、オールウェザーババの一種である、タペタを導入した。グランドスタンドは約6万人収容で、 中にはホテルが併設される。また、船着き場も併設され、船で直接競馬場に訪れることが可能となる。駐車場は、UAE の国庁であるファルコンを模した造りとなっており、約1万台を収容する。場内ビジョンは三菱電機製、オーロラビジョンで高さ10.88メートル、幅107.52メートル、面積が約1169.8平方メートルと、 スポーツ施設の単独一面のものでは世界最大最長の映像装置である。しかし維持費や管理上の問題でオールウェザーコースが数年以内にダートコースへの転向プランが浮上。2014年5月、名談グループよりダートコースへ転向されることが発表された。コース概要、芝コース1周2400メートル、福音30メートルフルゲート、 十六等距離設定、千二百メートル、千四百メートル、千六百メートル、千八百メートル、二千メートル、二千四百十メートル、三千二百メートル、芝二千四百十メートルはドバイシーマクラシックでのみ、三千二百メートルはドバイゴールドカップのみで使用。ダートコース、1周七百五十メートル、員二十五メートルフルゲート、十四等距離設定。 1200メートル、1500メートル、1600メートル、1800メートル、1900メートル、2000メートル。ありがとうございます。